はい、こんにちは、長澤です。今回はこちらいじりかけの白 MA 写真を完成させていきたいというふうに思います。で、こちら今作っているマシンのコンセプトなんですが、極力パーツを少なくして、効率的に作っていこうということをテーマにやっております。そこで今回取り付けるパーツでございますが、まずはね、ご覧の通りリアのステ、加工中でございます。カットしていこうと思います。で、そこにですね、先日発売されたこちらのカーボンマルチワイドリアステですね、これを取り付けていきたいと思います。で、そこにですねマスダンをつけて、あとサイドにもねマスダンつけて、でフロントにはですね、今こちらサンダーショットについておりますけども、3ミリカーボンですね、これをつけていきたいと思います。これこのまま取ってね、使いたいというふうに思います。ということで、まずはね、リアの加工完成させていきたいと思います。で、ここにねまん丸い穴がありますけれども、ライブ配信の時にね、ちょっと穴開けてみたんですけれども、これについてはね、その動画をねちょっと見ていただければと思います。はい、ということで早速加工を進めてまいりましょう。はい、ということで、こちらですね、生配信の方ではですね、おなじみの僕の加工場でございますけれども、ここで、まずはね後ろの方仕上げていきたいと思います。じゃあ早速やっていきましょう。はい、ここはですね、もうルーターを使ってですね丸ノコ刃で、切り落としてあります。なのであとは削っていく作業になります。ここ切るのはね、ちょっとライブ配信のところでやったんですけど、まあ単純に切っただけですね。はい、ではニッパーとヤスリを使って仕上げていきます。はい、ということで、粗削りが完了しました。今回使ったヤスリはですね、こちらなんですけども、100円ショップで売っている粗めのものですね。これで粗削りを行いました。ここからは、それも100円ショップなんですけども、うちょっと細めのね、細めのこういうやつですね、こういうヤスリで、ちょっとやって、いきたいと思います。で、粗めなんでね、少しちょっと白いんで見えづらいんですけれども、若干段差が残る程度までね削っております。で、どの程度削ったかとちょっと比較してみましょう。はい、これが元々のシャーシですね。そして今回削ったのがこうですね、この中心の部分ね、中心の部分この辺りだけ残すということですね。丸くなっております。このサイドの部分だけ落としたという形になっています。はい、ここを落とすことによってですね、ステーをつけた時に、リアのローラーの取り付け範囲がね広がるということでございます。じゃあ仕上げの方に移っていきましょう。はい、ということで、リアのね、仕上がりこんな感じになりました。これ以上ね、綺麗に仕上げるという場合にはですね、紙やすりを使っていくと、変形させる心配もなくて削りすぎもなくて、安心かと思います。最後にですね、カーボンマルチワイドリアステーをつけて、どうやっていくのかというところをお話しして終わりたいと思います。まずはですね、最初にお話しした通り、こちら、ステーをですね、シャーシ下側につけます。この位置ですね、下の方に取り付けしようと思います。ちょっと仮止めしていきたいと思います。
はい、このような形になります。こうですね、はい、で削っていない状態だとどうなるかというとね、削っていないものに取り付けしていないんですが、元のシャーシ、ここですね、13ミリローラーを取り付ける位置に来ていますので、ちょっとねこれを下につけると干渉してしまうということですね。はい、でここに両ネジビスを使ってですねローラーを取り付けていこうと思うんですが、下側につけた理由、それがですねマスダンパースクエアですね。マスダンパースクエアをここに乗せたいということで、下側に取り付けたということでございます。で下側に取り付けるためにここを取っ払ったということですね。で、今回はね仮止めということで、こちらのねビスでちょっと止めておりますけれども、ゆくゆく使う場合はですね、貫通してですねビスちょっと長いものにして強度重視でやっていこうというふうに考えております。で次回はですねフロント部分ですね、こちらのステーローラーの取り付け、あとはリアのローラーの取り付けというところに進んでいきたいというふうに思います。